き自治体とともに防犯に対する意識づけをさせていただいてます。その一環として地域自治体の防犯パトロール、地域に根付いた防犯パトロールというのを重視して行っています。安全な国日本といっても犯罪件数というのはうなぎ登りでずっと来てるんですね。で、一般家庭でのホームセキュリティというのはなんと 1.6% しかないんですね。 1.6% の内訳というのは高額所得者と芸能人の方がほとんどです。要するにお金を払って大手の警備会社に守ってもらってるっていうセキュリティですね。ところがアメリカ、ヨーロッパの方ではホームセキュリティの普及率は 30% です。10件のうち3件は防犯カメラ設置しているのが現状です。一般家庭の防犯対策というと、昔ながらの犬を飼って番犬にする、玄関に木刀を置くなんていうのも一つですよね。皆さんいろいろ工夫されて防犯対策はしてるはずです。自分の家は自分で守るっていうのをテーマにした時にやっぱり一番は防犯カメラの設置だと思います。防犯カメラを設置することによってどういう人が自分家の玄関先まで来てるっていうのを分かるっていうのと、やっぱり一番の効果は犯罪の抑止力につながるんですね。自分の家を自分で守るために防犯係長という商品をメインに私ども提案してます。この辺は農家ですよね。農家って言うと近所同士が離れているのであんまり見通しが良くないっていうところもありますよね。多いですね。1年に 2,3 件入ってますね。うちも入られたことあるんですよ、昔。お客さん誰か来て何か置いてあるんですよね、品物。そういう時これ見るって、あ、今日この人来たんじゃないですかね、すぐ分かる。だから防犯以外にも役に立つ、留守番役ですね。やっぱり留守にしててもこのモニターを見れば日中誰が来たかっていうのも分かるし、夜も安心して眠れるっていうのはありますね。大手さんだとやっぱり毎月定額がかかってくるじゃないですか。その点一度つけたら、それっきりも料金はかからないっていうのがいいなと思ったところですね。空き巣、泥棒、盗難等に一度でも会ったことがあればぜひ私どもに相談してください。